何やってんだあんたら。この人たちは町の恩人だぞ。ちょっと話してよ。そいつらは人間ではない。あんたらはあいつらの姿が見えないのかよ。町は人間だけのもんじゃない。人間が自分勝手なことばかり考えるからこの町はおかしくなったんだろ。違う。妖怪たちが現れ町はこうなった。全ては妖怪たちのせいで。やめろ。お前もまた守る者の中の一つ。また見えなくなるのか。やっぱりここの水も出が悪くなってるな。最近なんだか町中水も火も調子悪いらしいね。これも例のお化けのせいってやつかね。お化けじゃないですよ。妖怪ですよ。あ、人間が町を住みづらくしているんです。皮肉なもんだね。事件のせいでこの町はより人間に都合よく再生される。よしこを頼みます。君は近くの店の呼び込みしてるんです。カッパも流れるってトイレの。こんにちは、よしこさん。旅行ですか、刑事さんたち。俺、警察辞めて田舎に帰ることにしたんだ。え？あの時から俺には何も見えなくなった。この町は大事なものをなくしたんだ。だからそれを失っていないところに行くよ。君はまだ帰らないのか。甲府行き出発します。私この町が好きなんです。病気かもしれないけど、もうここから離れられない。だから信じます。まだ妖怪たちもこの町にいて、あのかっこいい人もきっとまた現れてくれるって。さようなら、刑事さん、よしこさん。あのさ、念のため言っとくけど、あの連中が私より強いなんて全然ないからね。にしてもあいつらこれからどうするつもりなのかな。町のあるところにカラスもいる。見守り続けるさ、今までのようにな。うん？あ。
見ないよ、よしこちゃん。きっとこの町は大丈夫だ。あの人たちがいてくれるなら。